扉間を少し褒めてやりたい気分だな。どういうことだ。奴が江戸天生の術を作ったおかげで、こうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならば、もう叶わなかった戦いだ。現在の木陰に比べ、柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。今と昔では求められているものが違う。力は全てではない。違うな。結局ものを言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。俺たちはすでに死んだ存在ぞ。現在の世に干渉するのはやめろ。俺が死んだ存在、誰がそんなことを。戦法真相戦時頂上見物。俺はかねてよりこの時のために虎視眈々と計画を進めていたのだ。戦法真相戦時頂上見物。今の世をこれ以上乱すことは許さん。さすがはマダラ、この程度では終わる気がせぬ。この世界にもはや道など存在しない。いい加減諦めをして。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。はい、下がる。またな。愚かな距離を取るか。それは取らん。クズ太郎に入るぜ。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。さっさと呼べ。俺の邪魔をするな。
さっさと呼べ。この力の前でお前たちの抵抗など、教えてもらった大切なことだ。地雷やか。ナルト、次で決着をつけるぞ。おっ、眠るのは明日、腕は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う。自分の人道だからだ。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だからだ。お前らでは俺に届かん。違うな。俺の邪魔をするな。ナルトを見ると心がざわつく。何なのだ、その感情は。ただの忍びごときよ。諦めるか。てめえこそ俺たちが諦めるのを諦めろ。思いの強さが剣に宿る。
布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ決めるぞ。なぜ俺はあんなイメージを。俺は第二の陸道戦士だ。夢の世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。おかげなど今の俺に関係ない。それはてめえの本心じゃねえだろ。言葉で飾ったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたはおかげを夢見た木の葉の忍びだ。誰でもない、名前のない忍びじゃねえ。陸道仙人でもねえ。あんたがうちが大人なんだ。Oh!